はい、皆さんこんにちは、ワナリグリュウジです。では今回は信長の野望大使バブヒト幕末志士転生物語の続きをやっていきたいと思います。前回はですね、ついに本州、具体的には和歌山城、岸和田城、この2つの城を幕軍から奪取、することができました。で、全国的にはですね、倒幕運動が活発化してはいるものの、一部の勢力に関してはその倒幕運動から脱落、具体的にはね、井伊家であったり真田家であったり、そういったところが脱落、さらに越前の松平家も苦戦という状況です。で、一方、主戦しているのがですね、もちろん我々土佐藩、あとは薩摩、それに徳川御三家筆頭尾張徳川家、さらに、政宗ですね、仙台、この辺りはね、引き続き頑張って戦っているので、この状況をね、うまく利用していきたいなというふうに思っています。では早速、続き始めていきましょう。今はですね、洲本城の方に幕府軍、さらに和歌山城の方にも幕府軍が攻め寄せてくるという苦しい状況なので、ここをまずしっかり、倒していきたいなというふうに思っています。で、徳川から交渉の使者、講和を締結、ここは一旦講和しよう、これはありがたい、講和しちゃう。報告いたす、先月の収支です。この間にまた国力の回復に努めましょう。講和が6ヶ月間続くので、まずは洲本城に配備していた部隊を撤退、他もね随時騎乗させていきます。島津と幕軍も一旦和睦だね。同じタイミングなので、同じタイミングで再び開戦できる、これは悪くない流れですね。この間に前線の、和歌山城、岸和田城、この辺りの強化を行っていきます。特に兵糧、これがね、今幕軍に対して圧倒的に不足しているというのがあるので、これをまず解消していく。勝てる戦いも勝てなくなってしまうという状況はもったいないので、それをねなくすように頑張りましょう。あとは準検所、前線にはワンパターンですが、準検所、これが一番ね、強い兵力が多い勢力と戦うときには重要になってくるので、この準検所を立てておきます。で、その他は継続発展を入れておければいいかな。どうだろうね、徳島城とかこの辺りはもうすでに最前線ではなくなってきているので、あるいはその撤去してしまって、少し、いや、まだちょっと早いね、まだちょっと早い、やめましょう。洲本城は現に攻められましたからね、先ほど。岸和田城に武将入れてないので、岸和田城には武将入れます。報告いたす、先月の収支です。表情を始めよう。で、表情はそうだね、バランスよくいきたいところなので、まずは農業と対面に戻します。これにて表情を終わる。あとはそうだな、今すぐ欲しいものはないので、無兵装攻撃力強化入れておきましょう。合戦に有利なものですね。では忘れないうちに先に武将の配属行います。武将がいない岸和田城、和歌山城ですね、統率が高い武将を入れておきたいので、そうだな、前原一世、いやーもったいないね、秀元、寝返る可能性ある高知城、そうなると高知城には小田村猪之助も入れましょう。あとは弥太郎、弥太郎とかは信頼度高いので、もうだいぶ長いこと仕官してくれているという意味ではね、和歌山城にも武将を入れます。和歌山城も統率が高いものを入れたいので、少し検討していきます。ある程度長く使えてくれてる人をやっぱり、監視役じゃないですけどね、入れておきたいので、又兵衛も入れよう。木島又兵衛ですね。
これで武将は一通り入れました。じゃああとは継続発展できるところがあれば、いやここの継続発展はもうさすがにいらないな。かしこまった。かしこまりました。これで時間を進めます。あと4ヶ月経てば馬牛軍と再び、開戦することになるので、その時までにね戦力をしっかり用意し整えて馬牛軍を迎え撃ちましょう。できればやっぱり薩摩軍と馬牛軍を先にぶつけたいので、ちょっとそこの動きもねしっかり見極めをしていきます。御三家尾張徳川家と馬牛軍だね、まあ、ここは静観する。お金にちょっと余裕が出てきているので外交を展開しておきましょう。久しぶりに、まあ薩摩はもう婚姻してあるので置いといて、尾張の徳川家は新商上限まで入れる。あとはそうだな、伊達には遠すぎていけないので、まあ一旦ここまでかな。かしこまりました。でさらに継続発展できるところがあればしていきましょう。承知。かしこまりました。合戦に必要になる鉄砲、軍馬、そして兵糧ですね。秀忠自ら10万の軍勢用意してるんだな。なかなか強いね。報告いたす。表情を始めよう。さあ表情です。足りてないところ、不足しそうなところ重点に入れ、施策力持っておきたいので今回軍事入れておきましょう。これにて表情を終わる。ご命令を。今回お金がすっからかんだな。報告いたす。先月の収支です。ご命令を。さあ8月次の月で金が入ってくるので、これを見越した上でバグーグに宣戦布告していきましょう。我らの力見るがよい。力を貸してやろう。よし、これで一気に叩き潰す。まあ、先にね、薩摩よりも先端を開いてしまったという事情はあるものの、いきなりこれ大阪城を狙えるな。大阪城5万の兵で囲みましょう。我に続け。大阪城を取れれば幕府としては大打撃になりますよね。ただ尾張と幕府では尾張がちょっと劣勢になってるな。伊達と幕府の方に金子孫次郎がいるね。孫次郎は水戸の人だったと思います。御三家の一つで孫次郎が勝ったということは幕府が勝ったということだね。で和歌山城に6万、和歌山城に6万か、結構な数だな。幕府軍2万7000がやってくるわけだな。ここは3万6000の軍で確実に勝ちに行くのと、忘れないうちに大名発動しておきましょう。もちろん毎回入れてる国州将兵、あと足軽精錬も入れます。で鉄砲隊もだいぶ配備してあるはず、ちょっと確認してないですけどね、なので砲術研さんも入れます。万全を期して大阪城の攻略と和歌山城の防衛、これを2つ同時にやってのけましょう。待機する。
ちょっと待ってよ。おかしくないかいっていう動きになってるな。兵数が足りなすぎるぞ。おかしなことになっている。やらかしたな。よく見てなかった。一旦騎乗させよう。で、中岡慎太郎隊を和歌山城に出して、和歌山城で一旦敵を迎え撃ちましょう。秀忠軍をね。大阪城攻略はその後だ。待機するぞ。秀忠軍6万。部隊数、兵数ともに有利。これなら勝てる。国衆将兵を松戸してだいぶ、戦力的には有利に戦えそうですね。そしたらまずいつもの罠、鉄砲水から使っていきましょう。よし、これでいいかな。で、部隊は一応に全部下げて核翼の陣で迎え撃つ。我に続け。ご命令ください。覚悟しろ。まあ一旦全部部隊下げちゃいましょう。ちょっとなまっちゃいましたけど下げちゃいましょう。いざ進まん。で、騎馬隊は両翼に配備。立ちのめせ。といっても騎馬は1だね。残りは鉄砲水の覚悟せよ。覚悟しろ。後ろにまずは一応に配置しちゃいましょう。始めよ。ゲチ、いざ進まん。覚悟せよ。まずは敵の位置確認したね。覚悟せよ。始めよ。覚悟しておけ。始めよ。ゲチよ、覚悟しろ。囲え。攻めよ。その首もらえ。やりたい。よし、まずは敵の部隊を一つ確実に壊滅させに行こう。お命令ください。始めよ。命令始めよ。命令始めよ。かかれ。ゲチよ、たちのめせ。お命令ください。かかれ。始めるぞ。なんかちょっと微妙な状態になってるな。始めるぞ。始めよ。敵の居所が知れました。覚悟せよ。始めるぞ。足軽隊、前へ。敵の居所が知れました。我が刃、望むは貴様か。やりたい。前へ。ちょっと待ってね。ご命令を。いざ進む。ゲチ。鉄砲水にうまく敵を引き込めてない状態になってるので。足軽隊、前へ。足軽隊、前へ。かかり。中岡慎太郎の采配を発動しておきます。で、敵が1個退いたので、いやーでも結構敵もごついな。さすがの軍勢だな。ただこれ見るとおそらく秀忠の本体は数が少ないと見た。なので敵の本体の位置を探りたいですね。本体の位置さえ見つけられれば秀忠隊を壊滅させることは可能かなという感じがします。
始めよう。覚悟せよ。我が刃、望むは貴様。秀忠隊の位置を探っておきたい。ちょっと一度下げましょう。追撃に出した部隊ですが、士気が下がってきているので下げます。秀忠の場所がわからない。どこにいるんだ。ここは確実に壊滅させたいな。左翼、青木隊は確実に壊滅させよう。ここも青木隊に逃げられるんですね。青木隊を追えるだけの、まあ、力というかパワーというか速度がないので、まあ、ここも一旦しょうがない、退いて、敵の数が部隊数が減ったらすかさずここは包囲戦に持ち込んで蹴りをつけに行きます。やりたい前、ゲチ覚悟せよ。やりたい秀忠の場所がいまいち分かんないな。秀忠はどこにいるんだ。そしたら右翼は完全にこちらが押されているものの、左翼は逆に押し込んでいるので、左翼の敵を先に壊滅させましょう。秀忠いたね。2065。ちょっと悩ましいな。どうする。敵の本陣と秀忠を打ちに行くか、それとも味方の本陣を守るか。ちょっと難しい判断だね。ここは鉄砲水の後ろに一度本体を下げましょう。で、本体で持ちこたえてる間に秀忠の本陣を強襲する。それでいこう。太鼓持ちいない？太鼓持ちがいないな。しょうがない。悪いがその首もらっていくぜ。今は引こう。やりたい前。切り込め。さあ、味方も少しずつ消耗が始まってる感じがあるね。やりたい前。この戦これで終わらせる。やりたい前。ご命令を。始めるぞ。秀忠を戦場で討ち取れれば一番よし。覚悟してもらおう。やりたい前。ゲッチ、始めよ。巻き返すぞ。一歩引くぞ。戦闘向きじゃないとはいえ、秀忠さすがだな。強い。よし、ここで敵が右翼からも離脱を始めている部隊があるので、一気に秀忠の部隊に殺到していきましょう。ああ、マイビュー食らった。一気に減るね、繊維が。よし、鉄砲水足止めしている、まあ、ちょっと部隊数は少ないけどね。やりたい前。ゲチ、覚悟しろ。あとは秀忠の本陣を追撃していくけど奈落。秀忠も罠のある方、罠のある方へと逃げていくから、しっかりそこに誘導されてるね。のろし台は潰しておこう。中長期的に見てのろし台は
ろくなことがないんで。今は飛行。攻め立てよ。ねえ、始めよう。やりたい。ちょっと待ってね。ここに来て敵の救援がやってきちゃってるので、乱戦に持ち込んで一気にとどめを刺したいな。前へ心してかかれ。信じられない。やりたい。雨か。雨だと鉄砲隊がね使えないからね。やりたい。前へ。まさか我らが攻め立てよ。敵の居所が知れました。やりたい。なんかぐっちゃぐちゃになってるな。月夜覚悟しておけ。始めよう。いや秀忠さ、これさ、ちょっとさすがに格好悪くないか、この逃げっぷり。この逃げっぷりはひどいもんあるな。何なんだっていうぐらい完全逃げの体勢に入ってるからね。いや、こんなところで激励まで使ってきてるけどさ、鉄砲ミスに引っかかれ。よし、引っかかったぞ。速度が落ちている。この間に追撃してとどめを刺そう。いやマジ秀忠何なんだっていうぐらいの逃げっぷりだな。よし、将軍秀忠の部隊を壊滅させた。やりたい。前。ただ味方の消耗も激しい泥試合だったんで、死力を尽くした甲斐があったな。まあ洲本城、和歌山城、この2つの城を守るというのがね今回の最優先課題なので、そういう意味で和歌山城は一旦防衛はなったかな。部隊を返します。で大阪城を取るとい うその作戦を発動するにはちょっと兵力が減りすぎましたね。で島津と幕府軍が直接戦端を開く状況にはなっていない。表情を始めよう。これにて表情を終わる。月夜。できれば幕府軍を島津軍が駆逐して福知山城ぐらいまで来てくれると機内での戦いがだいぶ楽になると思うんですけど、報告いたす。先月の終始です。月夜。まずは敵に攻めさせて干渉したら逆撃を加えるというやり方をやっていきたいので、何としても先に攻めさせたい。6ヶ月兵を貸してほしい。貸すよ。無条件で貸すよ。薩摩には志果たせるか。で問題となっている島津と幕府軍の戦い、この状況を見極めつつ軍をどこに、どんだけどのタイミングで繰り返すかと繰り出すかというのを確認していきましょう。兵糧に少し余裕は出ているので、まあ、長期戦に耐えられるだけの、蓄えはあるものの、幕府軍はね我々の方の5倍の戦力を持っているので、この5倍の戦力とね長期戦をするのは、まあ、非常にしんどいという状況ですかね。では新設していきます。さっきやられた
和歌山城近辺では最優先で準建築。承知いたしました。準建築。準建築。立てていきます。で、上市場で幕府軍と薩摩軍がぶつかるな。志果たさずして将は終えられぬな。志果たさずして将は終えられぬな。報告いたす。これ見る限り薩摩軍は5万を超えていたね。ね、幕府軍がどんだけの軍勢を用意できるかですよね。あとはこれにて表情を終わる。下地よ、幕府軍も5万か。朝廷よりの下、金の無心だな。まあしょうがないね。行部、ここは金を渡しておこう。で、岸和田城に8万か。とんでもねえ数繰り出してくんな。本当に相変わらず。ここはじゃあ部隊を繰り出しましょう。で、問題の諭吉と立脇隊、上市場の戦いですね。ここは勝ってくれよ小松だ。ここは諭吉が勝つか。さらに津山城にも4万、諭吉だな。諭吉め容赦ないな。和歌山城に6万2千、いやー強力すぎるよ。ちょっと待ってくれ、和歌山城の防衛がままならないぞ。どうする？いや、ことごとく部隊がいない。困りましたね。ちょっと困ったぞ。どうする？これは岸和田城で敵を撃破して和歌山城の救援に向かうっていう、まあ、ちょっと厳しいけどそういう段取りで向かうしかないかな。あとは秋城、高知城、この辺りから武将部隊を出す。とか3万の軍勢をかき集めたんで、これで和歌山城の救援に向かいますか。待機するぞ。報告します。先月の終始です。ご命令を。今だと津山城、和歌山城、岸和田城、この3つの城に同時に幕府軍が大軍、まあ総計30万とも思われる数を送ってきているので、この30万の軍勢をなんとか跳ね返さなきゃいけないですね。で、ここを跳ね返すと一気に戦いが、まあある意味楽になると思うので、ちょっとここは勝負どころになると思います。はい。ではね、時間30分、経とうかというところになりますので、今回はここまでに、させていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。